はいえー、プラチホルクルの、えー、プラチナム SW166 というスキーをテストさせていただきましたが、えー、この、まあ、ホルクルに関しては全体的にすごくあの持ってみても軽いというイメージと、まあ、履いてもかなり軽快に滑れるという印象がありますがこの SW という、えー、モデルに関しては、まあ、どちらかというと。 大回りとか小回りとかっていう、えー、特化した特徴があるわけではなくて本当に何でもこなせるという1台に,になってますあとは、えー、非常にグリップ力に優れているので、えー、反応なんかも良くて自分が思った通りのターンができるんじゃないかなというふうに思います